速報です。今日10時20分ごろ、大阪の北新地にあるビルで火事があり、消防によりますと27人が心肺停止の状態だということです。去年12月17日、大阪市北区堂島のビルで起きた事件。ビルの4階にあった心療内科クリニックがガソリンで放火され、クリニックの院長とスタッフ、通っていた患者ら26人が犠牲となりました。入り口付近に放たれた火はわずか数分の間に燃え広がり、被害者らは逃げ道を失いました。亡くなった全員とも一酸化炭素中毒が原因でした。すべての患者に外表上明らかな熱傷はなく、着衣が燃えた形跡も認めなかった。火災による CO 中毒患者を救命することの難しさを痛感するものとなってしまった。現場のビルに2つ以上の方向へ逃げられる2方向避難が確保されていれば、多くの命が助かった可能性が指摘されていますが、実際階段は1箇所しかありませんでした。谷本盛雄容疑者はその唯一の避難経路である階段付近にガソリンをまいて火をつけたため、中にいた人たちは逃げ道を塞がれたのです。このような建物は大阪市内で5480箇所確認されていて、その多くは防火対策を強化する法律が作られる前に建てられています。そんな中、事件を受けて対策を始めたビルもあります。よろしくお願いします。店長で、はい、一見何の変哲もない金属製の柱ですが、避難用のはしごに変形。こちらのはしごですね、はい、4階建てのビルの各フロアにレバーがあり、それを下げるとはしごが展開される仕組みとなっています。このはしごは成人男性およそ20人が一度に利用しても壊れない強度があり、多くの人が速やかに避難することができます。やはり北新地と火事とかアニメ、京都アニメ、我々の雑居ビルを管理している立場ですので、やはりなってはならない事故ですので、万が一の時があったら悲惨なことにならないようにというのが一番に考えた上で設置しました。一方で設置にかかる費用は全て自己負担でした。総額的に言いますと大体400万前後、今のところ私どもの方はなかったですね。これからどんどんそういう補助がございましたら、設置するビルも多くなると思うんですが、こうした費用の負担がネックとなり、新たな避難路の設置がなかなか進まないのが現状です。国土交通省は今後、火災避難に関わるビルの改修工事にかかる費用を補助できないか検討していますが、具体的な内容や時期については決まっていません。対策が進まない中で火災に遭遇した場合、どのように命を守ればいいのでしょうか。火事が発生したら扉を閉めてください。これ閉めることで煙であったり熱であったりっていうのを、この扉一枚で一時的ですけども防ぐことができます。ダウンテープで結構ですので、この隙間を目張りしていきます。そういう形ですることで、さらに煙の匂いを防ぐことができます。大阪市消防局では今年10月から、火事が起きた場合に避難が困難になる恐れがあるビルの従業員に対し、ベランダや窓から避難する方法や救助が来るまでの対応策などを指導しています。いよいよ煙がどうしても入ってきて息苦しくなってきた、もうちょっとこのままではやばいぞ、怖いぞなってくれば、外気呼吸の姿勢といいまして、ここから顔を出していただいて、窓の下の方に口と鼻を持っていけば、煙を吸わずに外の空気を吸うことができますので、本当に命を守る最終の方法として覚えておいてください。大阪市消防局は
来年9月末までに全ての建物への指導を終える予定です。去年あの事件があって、診療所の場合は本当に身近でしたから、うちの建物の構造もまさに同じような、あっちに階段とエレベーター両方あるから、いざという時に焦らずにできるようにするということを考えておかなかったなと。今ある建物の状況ですね、その建物の状況の中で最善、最も命が助かる可能性の高いことを指導していくということで、ソフト面の対策をしっかりとやっていこうという。専門家は利用者側も危険なビルか見分けやすくする取り組みが必要だと指摘します。例えばそれはビルの入り口にステッカーが貼ってあると安全かどうかが分かって、そのビルに入っても安心かどうか分かって自分で決めることができる、そんな仕掛けがあるといいなと思ってます。二度と同じ被害が出ないように一人一人の対策が求められます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。